はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年6月の17日木曜日です。現在時刻が18時52分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。今日のマーケットですが、日本時間の早朝3時に発表されましたアメリカの FOMC 米連邦公開市場委員会、こちらの金融政策をめぐる決定会合の発表、そしてその後のアナウンスによりましてマーケットは大きく動きました。FRB によりますゼロ金利政策の解除、これがですね2023年に示唆されたということでですね、マーケット嫌気しましたね。早期の利上げ、そして金融緩和の縮小、テーパリングですね、この影響がですねマーケットはね嫌気した形でございます。で、今朝のねアメリカ株式市場も大きく下がりました。そして本日の東京株式市場、日経平均株価もですね大きくね値を下げましたね。で、為替の方ですけども、ドル円がですね110円台の中盤までね、ドル高になっている。そしてアメリカの10年債国債長期金利ですね、こちらがですね 1.5% とね 1.5% の後半とね 1% 以上ね上昇いたしました。このようにですねマーケットはですね FOMC の政策金融決定会合の後ですね大きく動きました。このねFRB によりますゼロ金利政策の解除、これがまあ2023年にまあ2回の利上げをね示唆されしたということで、この影響がですねマーケットにどういうね影響を及ぼしていくのか、今日はねこのあたりを見ていきたいんですけども、まあ、仮想通貨の市場ビットコインですね、ビットコインはこのね早期、利上げがあった場合、ゼロ金利政策が解除された場合、テーパリングが行われた場合、ビットコインはどういう方向に向かっていくのか、そしてアメリカの株式市場、日本の株式市場、まあ、世界の株式相場もそうなんですけどもね、アメリカのゼロ金利政策の解除、これがどういう影響を及ぼしていくかというところを、ね、見ていきたいんですが、まずですね仮想通貨のマーケットですけどもね、ビットコインの価格ですけども、本日ですね3時に FOMC で、3時30分に議会証言があったんですけども、コメントの発表があったんですけども、ビットコインはですねあまり、ね、下げなかったんですよね。他の為替ドルが110円大きく上げた反面、そして長期金利ね、アメリカの10年債国債長期金利が急上昇した反面、ビットコインはですね下落はしたんですけども、下落の幅は小さかったというところがね、どういう意味をしているかというところですよね。まあ、仮想通貨ビットコインは、まあ、インフレヘッジとしての、ね、側面も強いというところでですね、まあ、そういうところもありまして、これからのインフレの、ね、懸念がある中、ビットコインは、まあ、そういうコモディティの面もありますので、今後の、ねまあ、価格に対して利上げなどに対してもやっぱり強いところも、ね、あるんじゃないかなと、そういうふうに、ね、見ることもできますね。現在時刻が18時56分なんですけども、ビットコインの価格がですね436万7千円とね、まあ、昨日とほぼ変わらずの価格なんですね。 0.93% を下落しておりますが、昨日とはねほぼ変わらずの価格ということとなっております。他のね、アルトコインで見ていきますと、イーサリウムは27万円とね 2% ほど下がってるんですが、まあ、ビットコインはね、値段はあまり変わらなかった、価格はあまり変わらなかったというところもありますね。まずですね FOMC のね、与えた影響なんですけども、2023年末までね2回ほどね利上げを見込んでいることをね、まあ、示しているということですね。まあ、これがまあ従来のね予想よりも1年前倒しとなっているというところでね、ここはやっぱりねこのゼロ金利政策の解除ということは、マーケットほとんどね株式相場にしてもやっぱり嫌気するところはねあったんですけどね、一番恐れてるところではあったんですよね。まあ、しかしですね、この恐れていたことがいよいよ現実味を帯びてきたということでですね、まあ、どちらかというとこの発表があったことによってマーケット全体はね落ち着くんではないかなと思いますね。いずれあることは分かっていたんですが、これがねいつあるのか
これが2023年なのか、まあ、当初はね2024年だとマーケットはね織り込んでいたんですけど、まあ、1年早まるんではないかということですね。まあ、それによる衝撃はあったんですけど、まあ、ここまでのね出てきている指標の数字ですね、これさまざまな指標の数字がね良かったということです。確実に経済は上向いている、経済は上向いているので、このね早期の利上げもね十分ねあるんではないかということはね、まあ、薄々こうマーケットはね織り込んでいたんではないかなと、そういうふうに感じております。そうですね、FOMC のねこの、まあ、ガイダンスですけどもね、 FOMC18 人のメンバーがいるんですけどもね、その18人のメンバーで、この金融政策の決定会合を行うんですけども、まあ、現行ではですね FF の金利水準がですね、これがまあ 0% から 0.025%、まあ、0.25% ですね、まあ、ここは、まあ、現状維持ということで、ここは大きくぶれることはなかったんですけど、2023年末に 0.5% から 0.75% まで、ね、引き上げられるんじゃないかという、ね、予想ですね。まあ、つまり 0.25% の利上げがですね2023年に2回行われると、ね、予想しているというね、この参加者が多かったということですね。まあ、当初ね2023年末まではね利上げなし、まあ、ゼロ金利政策が続くと見ていたんですけどね、まあ、それがまあ前倒しになっているというところで、まあ、特にやっぱ株式相場はね大きくね影響を受けますよね。まあ、結構今の段階でまあ、ナスダックにしろ、アメリカの株式相場ですけど、ナスダックにしろ、ダウ平均株価にしろね、高い段階、まあ、いずれもね、史上最高値をね、目指している位置にありますので、まあ、ちょっとここでね、冷却される感じはね、ありますよね。それがまあ仮想通貨のはね、どうなのかというところなんですけども、仮想通貨はですね、一旦今年、まあ、高いビットコインで言いますとね700万円を超える価格をつけて、そこから下落して、まあ、300万円台まで落ちということでね、50% 以上の価格下落し、そして今ちょっと戻ってる段階ですよね。さまざまなこうファンダメンタルズでニュース、良いニュースが出てきている中での、ね、戻りの、ね、局面で、今回の FOMC の政策金融決定会合の、まあ、実際このね、まあ、発表されたということでですね、まあ、すでにここは織り込んだと思いますね。まあ、このインフレのね前倒し、インフレによる予想のね引き上げと利上げのね開始のこの前倒しもね織り込んできているかなという印象はありますね。取り込んできますと、ここからはですね、まあ、ファンダメンタルズのによってですね、うん、まあ、いいニュースが出てくると上がりやすい。もちろんですね、この、中国の規制問題など、そういう不透明な要素もあるので、ここのね、綱引きだと思いますね。その綱引きによって価格はね、どっちに動くかというところですけど、まあ、どちらかというと今はですね、上に上がりやすい状況ではないかなと、そういうふうにね、感じておりますね。そうですね、ビットコインがね現在437万円ですので、まあね、まあ、ほぼ4万ドルというね推移、4万ドルをね挟んだ推移というところですのでね、こちらからどちらの方向にね進んでいくのか、まあ、仮想通貨に関しましてはやはり将来性ですね。ビットコイン、まあ、ビットコインもイーサリアム、まあ、イーサリアムのが特に将来性が高いのかもしれないですけども、まあ、仮想通貨のねこの将来性が今後ねこの金融市場全体にどういう影響を与えていくのか、まあ、資産価値としてのねデジタルゴールドと言われるビットコイン、この資産価値としての高まりもねありますのでね、今後のゼロ金利解除になった場合のお金の流れですね、ここがどこに向かっていくかというところで、仮想通貨のマーケットに関しましてはやはりですねお金はね入ってきやすい傾向だと思いますね。まあ、いろんな企業にしましても資産、まあ、一部のね、安全資産の一部としてビットコインをねそのポートフォリオのね 1% でも加えることがあればですね、
全体としては大きく上がっていきますので、まあ、その傾向は、ね、続くと思います。でさらに、ね法定通貨としての、ね、可能性も、ね今はこれから複数の国が法定通貨としてビットコインを採用していくということも、ね、十分考えられますので、そういった面で仮想通貨に関してはまだまだ将来性は、ね、高いかなというところですね。で株式相場の方なんですけども、株式相場が、ねまあ、一旦のちょっとこう驚き、まあ、早まる利上げが早まるということで驚きがあったので、まあ、一時的にはこう大きく下落したりはしたんですけど、まあ、ここは、ね、ここも、ね、落ち着くと思いますね。株式相場の方もここの、ねまあ、落ち着きながら、まあ、去年のような、ね、急上昇を見せることは難しいと思うんですが、相場も落ち着き、まあ、徐々に、ね右肩上がりで、ねまた戻していくんではないか、高値を、ね更新していくんではないかと予想しております。まあ、もちろんですね、まあ、高い段階ではあるので下落もね、短期的な下落は十分あります。まあ、そういうことをね、繰り返しながらね、株式相場の方がね、落ち着いていくんではないかなと予想しております。ではですね、現在のね、仮想通貨のね、価格の方から見ていきます。ビットコインですね、436万8000円。で、イーサリウムは27万円とね、2.25% 下落しております。で、バイナンスコインは39,802円。1.59% 下落ですね。カルダノエダは169円、 2.43% 下落。同時コインは34円、 2.23% 下落。ポルカドットは2641円、 2.1% 下落しております。リップルは95円。リップルはね、昨日とほぼ変わらずの価格ですね。イーサリアムクラシックは6278円、 0.84% 下落。リスクは320円、リスクは、ね、3% 下落しておりますね。ネムは18円、ネムは 1.49% 下落。ライトコインは19000円、ライトコインは 0.37% 下落。ビットコインキャッシュは68000円、ビットコインキャッシュは、ね、0.29% 上昇しております。モナコインは203円、モナコインは 0.55% 下落。ステラルーメは36円、ステラは 1.18% 下落しております。 IOST は3.05円、IST は 0.9% 下落。 BAT は75円、 BAT は、ね、1.2% 上昇しております。エンジンコインは160円、エンジンコインは、ね、2.33% 上昇しておりますね。エンジンコインはですね、なんかニュースが入ってきておりますね。アメリカの企業と共同で歴史遺産 NFT を発行へということですね。ピラミッドが、ね、NFT になるということですね。これエンジンコインとアメリカの企業が共同で NFT を発行ということですね。 NFT はノンファンジブルトークン、非代替性トークンですけども、ブロックチェーン技術を用いたエコシステムの構築と NFT 非代替性トークンの関連の開発で知られるエンジンは17日歴史的建造物のデジタル化を手掛けるアメリカの、ね、会社との連携を、ね、発表したということですね。で今回の提供によりエジプトのピラミッドやスフィンクスなど有名建築物のレプリカを NFT 限定セットとして制作開始するということですね。デジタル化された歴史的建造物が NFT として発行されるのは今回初の事例となるということですね。まあ、こういう歴史的な建造物、まあ、特にこのエジプトの、ねピラミッドやスフィンクスなどということが、まあ、バーチャルコンテンツとして楽しめるということですね。これを、まあ、エンジンコインのエンジンが、ね、アメリカの企業と、共同開発ということで、まあ、どういうものになるか、ね、ここも楽しみですね。まあ、このように、まあ、NFT に関しては、ねとてもこう、将来性の高い、ものだと思いますので、ね、まあ、ここは当然エンジンコインの、ね、価格、特にこういうまあ、ね、NFT 関連銘柄に関しては価格は、ね、上がりやすいかと思いますので、まあ、もちろんこの相場全体の、ね、動きによりますけど、相場が、ね、安定していればこういう、ね、NFT 関連銘柄が、ね、上がっていきやすいのではないかなと思います。それではですね、本日の東京株式市場ですけど、日経平均株価なんですけど、今日はね272円安でした。29,018円とね、まあ、かろうじてね29,000円台を維持した形で、まあ、0.93% ね日経平均は下落いたしました。トピックスは 12.29 ポイント下がりまして 1963ポイント、 0.62% 下落でした。マザーズは 20.39 ポイント下がりました。マザーズはね 1.69% とね下落幅大きかったですね。ジャスダックは 0.23 ポイント下がりました。
まして185ポイント、 0.12% 下落ということで、今日はですね、日経平均株価、トピックス、マザーズ、ジャスダックと、ね、4指数揃って下落する形となってしまいました。今日の、ね、東京株式市場ですけども、ここもやはりですね、アメリカのゼロ金利解除、これに、ね、警戒感を、ね、示しているということですね。まあ、節目となりますね、29,000円ですね、東京株式市場は29,000円が節目となっているんです。ここを、ね、割り込む場面もありましたね。一時は300円以上下げる場面もありました。まあ、当然ね、アメリカとね、連動しておりますので、この FRB によりますゼロ金利政策の解除、この方針を示したということはですね、東京株式市場も警戒感はね、強まっているというところですね。まあ、ただですね、売り一巡後はですね、押し目買いも入ったということで、日経平均株価です、今日の、ね、午後はね、下げ幅を縮める場面もありました。またですね、沖縄を除く9都道府県ですけども、こちらがですね、緊急事態宣言を、ね、解除する見通しとなったということですね。これによりまして、外食関連株など、ね、一角には、ね、買いが入りました。東証一部ですけれども、今日は、ね、値下がりが、ね、1409銘柄、で値上がりは、ね、673銘柄、変わらずが、ね、111銘柄ということで、やっぱり今日は、ね、値下がりの銘柄、ね、かなり多かったですね。日経平均の、ね、寄与度の高い M3 や、ね、ソフトバンクグループが売られましたね。またソニーグループも売られました。一方ですね、朝方に年初来安値をつけたファーストリテイリング、ユニクロですけどね、上昇に転じました。東京エレクトロンも上げたということですね。で、金融株の三菱 UFJ や第一生命ホールディングスも高かったということですね。まあ、日経平均株価ね、かろうじて29,000円は維持したんですが、現在のね、アメリカのね、先物を見ていきますと、先物はね、ニューヨークダウ、ナスダックね、やっぱり下がってるんですよね。ちょっと今日のアメリカ株式市場もね、スタート時点は軟調に推移するかもしれませんね。一方、アジア全体で見ていきますと、中国などは、ね、上昇してるんですよね。なのでこう、別に世界的にこう今回の FOMC の結果によって、ね、株安になってるわけではないということですね。中国、まあ、上海とか深圳は上昇しておりますし、香港も、ね、上昇しておりますね。まあ、ただタイとかマレーシア、シンガポール、インドネシア、インドなどはね、株価は下がっておりました。なので高安まちまちの展開ではあり、まあ、どちらかとやっぱ下がっているところですけど、ニュージーランドやオーストラリアも下がっておりますし、イスラエルなどもね、下がっておりますので、全体的には下がってるんですけど、まあ、中国の方がね、まあ、上昇してたというところですね。そういう感じですね。現在のこちらが世界の、ね、株式相場のマーケットですけど、そしてアメリカの10年債国債の、ね、長期金利なんですけど、現在ですね、19時10分現在 1.565% ということですね。今日の、ね、高いところではですね、1.58%、1.59% の、ね、手前まで来ました。まあ、そこからね、ちょっと下がってはきたんです。落ち着いてきたと言いますかね、そういう感じなんですけど、まあ、昨日の段階から比べるとかなり高い上ところにありますので、アメリカの、ね、長期金利ですね、まあ、これは当然ですね、 FOMC によりますこの、ね、ゼロ金利政策の解除ですね、解除するということはこの長期金利は上がるということですね。これは当然こういう結果になっているんですが、この長期金利の上昇はですね、マーケット全体に大きくね、重しとなる可能性がありますので、ここはね、やっぱりね、要注意かなと思います。はい、以上本日は2021年6月の17日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。ちょうど今はね、夜、日没ですね、暗くなってきました。今ぐらいの時間がですね、日没、ちょっと早いですかね。今日はね、天気が曇りですので、外真っ暗くなってきますけど、多分日没がですね、19時20分ぐらいだと思うんですけどもね、はい、そういう状態でございます。今ね、6月の一番日が長い月ですよね。はい、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。で、よかったらチャンネル登録とグッドボタンもお願いいたします。バイバーイ。これ、ね、ライトつけてるから後ろ暗く感じるんですけど、まだ意外とね、明るいんですよ。ライトを消しますと、
こんな感じでですね、まだね意外と外は明るいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。